はい、どうも、好きな地図記号は果樹園。さあ、誰に行こうかな。俺いいよ。次に自己紹介する。早めに欲しい。来いって言わなかったから、あいつ最後にしちゃう。私の斜め前にいるのは、はい、どうも、ヒットマンの林田です。好きな地図記号は学校です。お願いします。ブンってやつ。うわ、わかんねえ、俺なんだろう。ブンっていうやつね。どうも、サードメン高橋です。好きな地図記号は、発電所。なんで俺が今なんで留学なんておかしいよ。日本海に結構多いから。こう、ブワーって日本海に結構何点か、何これ。だって理由なくるのおかしいよね。だから好きだからじゃん。違う。なんで果樹園は、なんかこうさ、ちょっと梨っぽいじゃん。はいはいはい。はい、でも別にグアバの果樹園だってあのマークなんだ、はい、ところが好きなんだっけ。ああ、なるほどね。それがすごい好き。なるほど。林田君だって当然理由があって、はいはい、ドキドキしてない。林田君だって当然理由があって学校は。僕はあの、学ぶことがすごく大好きなんでね。ブンブンっていうね。だから学校をあげましたよ。おかしいよね。学ぶだと学っていう字だもんね。学ですけど。学だもんね。まあ学校が大好きってことで、ブンってちょっとほら。まあ、じゃあ、それ好きな地図記号の話じゃないじゃん。好きな場所の話になっちゃうじゃんか。まあまあ、そう言うたらそうですけど、はい。もういいよ、地図記号の好きなやつなんか言わなくていいよ。なんだそれよ。この、好きな色鉛筆の変わった色を言えよ。紹介しながら。変わった色別のやつ。変わった色そんな色あるんだみたいなやつを言えばいいよ、もう。もうやめようよ、もう地図記号なんて。どうも、ヒットマンのコールでーす。好きな色鉛筆の色は、ネズミの肛門の色でーす。ちょっと面白い。あぶねあぶね。ちょっと俺は好きだよ。ネズミの肛門色って色があるんですよ。クーピーの2万色にしか入ってないの。ネズミ肛門の。高いのクーピーのやつ。あるんだ。俺なんか12色しか買ってもらえないでしょ。で、ちょっとね、まだらなんだよね、なんかまだらな感じで、灰色と、濃い灰色と、薄いピンクがちょっと入ってて、まだ、ふって丸書くだけで、ネズミの肛門なんじゃねえのみたいな手軽さがあるやつ。あんね。便利だね。便利だよね。だからあんま使わねえと思うけど。だからお前なんで発電所は好きなの、また発電所の地図記号は何またみたいな。日本海側にあるからな、意味わかんない。いっぱい別に日本海側の出身でもねえのにさ。何それ何それ、あれ何だ、好きな場所が日本海側みたいな感じになっちゃってもんね。ああ、あれだ。いきなり怒ってる感じの入りで行く感じ。そう怒ってるよ、こっち。なんでそんな怒ってんすか。いや、怒らなければいけないんだよ、今日。あれ今日は河野くんから、はい。もう議題の提案を俺受けてっから。あ、そうなの、で、その議題にスムーズに行くにはもう怒ってると全然ダメだからさ。あ、じゃあ、ちょ、はいはい、ちょ、すいません、なんか。ちょ、俺も怒ろう。はぁ、はぁ、なんでそれ、お前。何なんすか、何お前、ジーパン履いてんの、お前。なんでジーパン履いてんの、なんかその、二本足が出るようになってるやつのジーパンを履いてんの。そんな無理やりな怒り方あるんすか。あるよ、あるよ。肘か、俺の方に向けてるのは。よし、温めておいた、温めておいたから、今日の。温まってきた。こんな無理やり言いやすい。ああ、そうですか。こんな、一回していただきますけども、まあ、今週の議題はですね、はいはい、まあね、普段いろんなね、うん、こう、物事を、流れてる世の中あるじゃないですか。皆さん暮らしてるじゃないですか。うん、暮らしてますよね。暮らしてますよ、それ僕ら、ね。はいはい、それ暮らしてる中でね、はいはい、まあ、なんていうんですかね、私は、まあ、そんなに、言いませんよ、あなたにはと。言いません。あえて言いません。あえて言いませんよ、あなたには。あえて言いません。あえて言いません。あえて私は言いませんけど。あえら読みません。なぜなら横のダジャレみたいな見出しがあんま好きじゃないから、あえらは、あえら読みません。はい。ね、あえらね。あえ、ん何あえらも読みませんし、あえて言いませんけども。言いませんよ、横戻せたらお前。あえて言いません。あえて言いませんけども、もし、日本が今後ね、うん、オールキレフリーの国家になった。オールキレフリーですよ、ね。バリアフリーみたいな言い方。AKF ですよ。AKF ですね。AKF。もしオールキレ、もう全員がいつでも切れていいっていう。なんかちょっとでもこう苛立つことがあったら、ちょうど待て、おらあたしは切れますよっていう題名なんですよ、今回は。そういうこと。あ、私は消えますよ。だから僕が、じゃあ、一旦ロシア語に訳してから日本語に訳してみると。いや、ロシア語いらないですね。いらない。よかった、一切できない。一切できない。じゃあ、なんで受け取ったんでしたっけ、よかった、それ外してもらってよかった。どっからも発注来てないのに、いや、変わって受け取んだもん。ありがとう。いいです、いいです。ありがとう。とんでもない。要は、世の中、イラっとくることいっぱいあるじゃないですか。
はい、はい。当然それをね、いちいち切れたりもしませんよ。はい、で、その相手の気持ちも、河野君だってわかりますから。はい。ね、いちいち言ってもしょうがないから、まあそこは穏便にスルーしてますけど、はい。もしこれがオール切れフリーだったら、正直、まあ、切れ要素がないわけじゃないですよっていう。ああ実はちょっと、あ、平田君言ってみようか。はい、実はちょっとムカついてること。ああそっちじゃないです。そっちじゃない、そっちじゃない、そっちが難しかったのほら。そうだよ。だ日本がなんちゃらとか言うからだよ。いや、入りだって普通喧嘩してってから、だってほら。そんなことよりお前は発電所が一番好きだとか言ったことの方が全然時間取ってんだろうな。僕も本当は正直切れましたよ、その。そういうこと、そういうこと。そういうことね。本当に。そういうことね。あ、例えばだけども、はい、今回一切怒らなかったけれども、はい、なんか俺がこう、急にまたね、無理難題でね、はい、その、地図記号みたいな話を始めた時にね、はい、先に言っちゃう分には適当なのでいいかみたいな顔をしたり、を出してましたね。本当に。それいちいち引っかかってたら4段落ちの4までいかないから、はい、一切引っかからなかったけど、はい、ごめん3で我慢できなくなって言ったけどそっち。そういうことよ。あ、こういうことね。こういうこと。当事者、当事者。こういうこと。ああ、なるほど。あるんですよ、ある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 。確かに。ね。これは、河野くんと一緒にタクシーに乗った時にね。はい。河野くんがその議題を言い出してね。はい。降りた後にね。あ、いや、まあ、切れないで済んだわけね。じゃあ。切れないで、とりあえずその場済ましましょう。はい、その場はね。うんうんうん。じゃあ、ちょっとタクシーの運転手とあれやろうか。はい、お客さんやろうか。ね。ブーン。はい。すいません。引いたなんか引いたな、これ。いてえよ。ああ、どうも。どうも。切れていいよ。やばい。おまあ。これだったら切れていいぞ。いけね。これ入れちゃうと、放出がなくなっちゃう。そうでしょ。それは切れていい。俺も迷っちゃった。どうしようかなと思った。どうしようかなと思ったもんね。一旦それ飲み込んだ方がいいのかみたいな。俺は聞きいいから、もうちょっとなんとなく予感終わったよ。まあ、開けました。はい、僕乗りました。河野くん乗りました。はい。どちらまで？あ、じゃあ、TBS までお願いしていいですか。あー、ごめんなさい。え？道がね、道が、あんまわかんないんですよ。あ、そうです。初めてばっかりなんで。そうなんですか。はい、案内してもらいます？あ、はい、わかりました。はい。はい。ブーン。あ、じゃあ、運転手さん、そこ、左に。ああ、コーヒーですか、はい、ちょっと早めに言ってもらいます。あ、いきなり言われると、車線変更も難しいんです。はいはい、すいません。あ、そうです。はい。はい。あ、場所もわかん、まあ、場所も見当もつかないですね、運転手さん。ちょっとわかんないですよね。テレビは見るんですけどね、よく。TBS はよく見るんですよ。よく見るんですけどね。あ、そこ右ですね。え、ここ右ですか？か？ここすごい細いですけど、大丈夫ですか、ここで。うん、そこ右。あ、そうっすか。幅関係ないでしょ。あ、こんなところに あるんだ。へぇ。あ、まあ、かった。あそこですか。あ、どうもはいはい。なんつう会話が。うわぁ、これ、2個ぐらいあります、俺、怒るポイントは、まず。あ、どこですか？まず、はい。タクシーなのに道を知らない。あ、うん、違う。まず最初に怒るところは、はい、口でブーンつってる。ねえ。そうだよ。エンジンが動いてるのに、その口でブーンつってるのは、まずこれよくない。その描写まずそこ怒れ、じゃあ。ね。お前、ブーンいらねえだろっていう。そう、ブーンって言うんじゃねえよっていう。進んでねえよ、多分。あと、俺、2種目持ってないね。このおい俺、気づかないよ、自動車免許も俺持ってねえからさ、俺。白タクじゃないですか、ダメじゃないですか、その運転手は持ってたけど、今の運転手は持ってないから。絶対気づかないわ、そんな。まあ正直ね。はい。それはね、始めたばかりだから、ね、道を知らないのはしょうがないかもしれないんだけども。でもこれを、キレフリーの世の中だったら、俺、どういうことだですよね、本当に。それは。確かに。そういうことになっちゃう。ちょっとおかしいですもんね、だって。わかりますよ、ね、うん。おかしいでしょ。おかしい。じゃあ飛行機のパイロットの人がね。はい。私も入ったばっかなんで。はい。アメリカの行き方とかわかんない。ちょっと案内してくれますかみたいな。客に言ってると、俺は一緒だと思ってるんですよ。自分でなんでちょっと、あれ強引かな、例え強引かなみたいな顔しながら。最後はちょっと切れましたけど。あ、要はプロとしてそれは最低限あってからのプロでしょっていう。だから、マウンドでキャッチャーのサインを覗き込んでる、まあ、ジャイアンツの、ルーキーの福田とかが、はい、キャッチャーのサインを見て、タメつって安倍のところに行って、カーブってどう握んの？そう。的な。そうです、そうです。カーブを覚えてから来いよっていうこと。お前曲がり屋にもプロ入っただろうみたいな。さ、いや、ただ、でもいいフォーク持ってるからっていうことで、許してはいるけども、許してはいるけども、まあ、確かにね。オールキレフリーだったら安倍だってね、そらね、
かっ飛ばしますよね、バットで。バットで福沢の脳症ぶちまけてやろうって気になりますよね。おかしいんですよ、だから。だからここは大事にして、僕ら別に生意気もないですよ。はい。だから、ただ、正直、はい、今僕の脳の中に光成分がゼロですかって言われたら、6から8はあります。ある。なるほど。あのね、俺がね、成分ちょうだいが入ってるな、こう。電気屋さんとかに行くじゃないですか。はい、ね、それで行って、最近こう、例えばだけど、ビデオカメラとかで、はい、いいの何ですかねなんて聞くでしょ、はい、そうするとさ、割とこう、安い機種みたいのを出してきて、はい、で、その時たまたま俺はこれはもう何年か使うビデオカメラを買おうと思ってるから、あ、じゃなくて最近こうちょっとハイビジョンとかのやつ出てませんみたいな話をした時に、あ、じゃあこれですね、みたいなのを出してきた後に、はい、前のおすすめのやつは何だったのかっていうぐらい、そのことをものすごい勧め出すときに、なんだ、なんだこれはっていうのを。一旦それ勧めたの何みたいな。はい、あと、これもうちょっと曲がらないなんて言ったら、じゃあ買いました、はい、!1 万円だけ負けますって言われたときとかに怒り成分が俺の中に。本当はじゃあそこまで下がんのかみたいな。よくわかったな。俺の怒り成分は、じゃあ俺言わなかったら何ああ、はい、なるほど。負けてもらった嬉しさで、の95嬉しいぐらいで、すごい俺は嬉しいに包まれて帰ってるし、そこで急に切れたりしません。はい、ちょっと待ってお前じゃあ俺が今言わなかったら何ってなっちゃうはしませんけど、でも帰り道とかに、言わなかったな。ぐらいの感じにはなっちゃう。ああ、なるほど。あれはね。ああ、なるほど。ちゃんと、わい、そういうのあるちょい切れ。ちゃんとちょい切れしてる、はい。うん、僕はですね、コンビニ、うん。コンビニは結構僕の中であるんですけど。コンビニは小さいちょい切れくんがいっぱいいるよね。いっぱいいるちょい切れくん。いっぱいいますよ。えへん虫によく似てるやつがね。えへん虫によく似てるやつがいるんだよな。僕大好きなのが、レジの横にある中華まんとかあるじゃないですか。あれって、まあ僕コンビニでバイトしてたんですけど、何時間か経ったら、もう水気吸いすぎて、ぐちゃぐちゃな皮が、皮があそこ、なんか、ふわってしてるから美味しいんですよ。肉まんとかは。まあ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 。水分、もう5、6時間寝てただろっていう肉まんを、普通に出す店員に、まあ僕は、まあ好きだから食いますよ。食うけど、これは商品としてアウトじゃねえの？お前店員だったらこれ省いて。感じ悪くなってる、感じ悪くなってる。いや、だから、もうちょっとヘリクダだりながら、だから。確かに、あれ、うまいんですけど。あれはあれで、あれはあれでうまいんだけど。だから、そのうまいもの食べてることで9割方 OK なんですよ。OK なんです。OK なんですけど。肉まんをね、置いてあるのはいいんだけど。で、一息ついて。仮にね、ここから、ここからですよ、ここからですよ。仮に、そういうのがね、あれね、僕大好きだからいいものの、あれ嫌いな人もいるんじゃねえかっていうことなんですよ。ぐらいでしょ、ぐらいでしょ、ぐらいです。びっくりしたらすごい古く怒っちゃうから。そんなことで怒っちゃう人だったら、なんで話せないなと思っちゃった。危ない。ちょっとイラってくる話だから。ちょっとだよね。俺別に、俺あれ好きだからいいんだ。だから好きだからいい、ね。僕も同じ食べ物系でありますね。何何？よく居酒屋とかに行くと、うん、唐揚げとかみんな頼むじゃないですか。うんはいはいはい、で、唐揚げの横にこう、レモンとかついてる。はい。あるじゃないですか。あれを、こう、僕はね、僕だったら、例えば、僕、あんまレモン好きじゃないです。で、だからみんなかける人がいる場合は、はいはいはい、かけますかつって自分の分だけかけないで、やる。はいはいはい、はい。するんですけど。あ、もう腹立ってきてる、もう。で、もう後輩とかが、まあ、居酒屋でみんな飲んでて、唐揚げが来て、後輩とか普通に無造作にこう、ブワーって。あるよりだんまりフレッシュでしょ、だんまりフレッシュ。だんまりフレッシュ。お前、だんまりフレッシュ、こんなのやめろ、お前。酸っぱい酸っぱい、なんかもう酸っぱい酸っぱいになっちゃってんのかよ。いいじゃん、カリジュワーなのにもかかるスパ最初スパ最初スパじゃんもう最初もういいあ、お前は店長がおすすめた唐揚げともう別のもんの味になってっから、おすすめちゃいねえやつになってっから、お前先に取って、次回しろ、次回。いいじゃん、感じ悪い。怖い。感じ悪い。ガン切れですよ、それ。仮に、よ。仮に自分のその後輩がみんなのために率先してやってくれたみたいな、その心のギフトみたいなものを、はい、で、心のギフトでうまいこと言ったんだ、はい、ハートウォーミングなストーリーを全部忘れた上でですよ。はい、忘れた上でですよ。しかもその、なんつったらいいのかな、より今回のテーマに合わせるためにですよ、はい、その後輩が俺の親を殺したやつだっていう場合。
ついに、特殊な場合ね。場合、仮に、仮にでなから。仮にですよ、うん。だったら今ぐらい怒っちゃうなっていう。親のことはいいけどっていう。親の方が大事でしょうよ。親、親をなぶり殺しに、聖具としてもてあそんだ上になぶり殺しにした。剣に関してはギリ収めた。ギリ収めたけど、それはもう表面張力で怒りがこぼれないぐらい。なるほどね。ああ、来てるよ。そこにそのね、あの、勝手に唐揚げに、フレッシュなやつをかけちゃったっていうやつが入っちゃったら、それはダムも決壊しますよっていう怒り方です。怒り方の話ですよね、今。本来、もし、その、なに、あの、これリアルね、切れ振りじゃない、リアルで言えば、あ、かけちゃったんだ。さっぱりはするね。すいません、唐揚げもう一つ。切れてる。それも切れてる。やっぱ切れてるんじゃないですか。これぐらいはいいだろ、俺払うんだからさ。まあ、確かにそうだね。俺ぐらいはいいだろ。まあ、まあ、そうだね。まあ、そうだね。ただ、もうあれ、なんで確認しないんですかね、みんな。いや、気使ってるんじゃないですか、やっぱり。いやいや、気使ってる振りで、もう自分はレモンかけるからっていう大前提で、やっちゃうんだよ。そうだ、そこで自分が酸っぱいものと反応して溶けちゃう体なのにやってんなら。やってんならですよ。あえんでできてんならな、お前が。あえんでできてて、レモンと反応しちゃった日には、微弱な電力を出しつつ消えていくやつだったらね。それだったらお前はさ、気使ったんだなと思うし、はいはいはい、ごめん、俺ちょっとでもイラッとしてごめんなって言うけどさ、はいはい、あえんでできてねえわ、電池も起こさねえ、レモン電池もならねえ。やつがやってんのは、それは自分勝手な行動としか言えないですよね。居酒屋もいるな、イラつきくんいっぱいな、いろんなの。僕あの、唐揚げで、ちょっといいですか、うん、一つ、今相方が言いましたけど、うん、相方にちょっと唐揚げであるんですよ。みんなで居酒屋に行くじゃないですか。なんか気持ち悪い。思わぬところ来ちゃった。ねえねえ、思わぬところで。オッケー、オッケー、黙りがいいですか、おなじみの黙りがいいですか。この、に対して心が気になってくる。だって、この時のルールは僕は黙りの方がいいですか。まあ、仮の話で。仮の話で。基本的に仮の話でしょ。唐揚げで。河野のこと大好きなんでしょ大好き大好き。その河野の大好きから言えば、はい、それで、言うようなことじゃないわけでしょ、本来は。これ始まってずっとだんまりに聞いてたでしょ。うん。こいつが唐揚げの話して、お前が唐揚げを語るんぞ、居酒屋でと。みんなで行った時にね。仮じゃないと思うにだんだんなってきたけど、お前が唐揚げの件で何か何か言ってんだよ、みたいな。いやでも、大好きでしょ大丈夫大丈夫うちの相方が唐揚げ食べてる姿大好きですから、僕は。だから食べてる姿さえ見ちゃえば、消えてっちゃうようなことなんだけど、はいはい、それを全部抜いて、あえてでしょ、あえてだと唐揚げとかね、こいつ唐揚げ大好きなんですよ。ああね、笑顔が出るように。でね、うんうん、出てくるでしょ。だからね、取るじゃないですか。取るね、まあ自分のお皿にね、うんうん。取ったらそれを食べるでしょ。うん、こいつはね、取って、自分のものを確保してから、またさらにそのみんなに来た皿から取るんですよ。わかりますよ、これ。いいじゃん、それぐらい。体大きいんだ。そういうこと。でもさ、みんなで食べるものとして。カロリー的にほら、割り合わないじゃん。でね、よくやるパターンですよね。おばあちゃんをね、こう、買っといて、あの、あ、駄菓子屋だよ、これ。危ない、これ危ない。あらら、お前、あらら、ここに走り出す。危ない、危ない。何言ってんの、お前、道わかってる、道。そっちの道間違えちゃった。今、道それそうになって危ない。じゃあさ、じゃあ言わせてもらうけどさ、キレフリーの話題だよね。キレフリーの話題。仮にだよね。はい、仮にだから、キレフリーの話題の上で聞くから、はい、しこりとかは残んないよね。はい、俺、思ったんだけどさ、はい、コンビニでさ、あるよねって高橋が言った時にさ、はい、ね、全然怒ってないよ。はい、全然イラッとせんことなんかないけど、はい、コンビニのある人1個したよね、はい。で、俺はコンビニいっぱいあるよねって言ったのに、はい、お前なんで食べ物やみたいなことで居酒屋の話にずらすの。で、その後に、居酒屋はあるよね。って言ったらなんで唐揚げの話にずらしてんの。コンビニのやついっぱい出してさ、みんなでゲラ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 やってもコンビニ出ねえなって言った時に唐揚げの話に行ってこそのトークのキャッチボールじゃんか。そんな、なんだろ伊集院さん、それはマジ仮に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 仮よかったよ。見たよ。よかったね。危ないよ、ヒットマン。僕、ヒットマンの時、あんたはいいよ。俺はこう、はい、違う、その、コンビニ落とした時だよね。いや、違う、肉まんは行ったからじゃないのかな。それでうちの相方、食べ物にはそれ反応しちゃうから。うん。まあまあ、でもいいですよ。コンビニだと店員とかでしょ、大体。普通そうだよね。店員僕、店員。俺、あれだよ、今度、お箸何膳ですか。あ、そうです。はいはいはい。君の思う規定通りくれよと。はいはいはい。ね、その別に俺はそれより多くもいただきたくないし、少なく遠慮する気もないと。はいはい。で、その、別に僕は無駄にするわけじゃなくて、家にキープする。はい。で、そのお箸の値段も含めて、それの値段なんじゃないのって思うから、コンビニで、あ、お箸何膳お付けしますって、100膳だっていう心の底からの、ね、すべての地球上の森林がなくなるほどだって言いたいぐらいだけど、
まあ、それを言っても角が立つ。ね、それ以外にも、その素敵な笑顔やね。笑顔がね。素敵な笑顔や、なんか、素敵なエプロン素敵なエプロンや、ね、そういうね、おトイレだけでもお入りくださいっていう、あの、プレート。うん、あ、なんか、ついちゃっちゃうぞ。あの、コンビニのトイレで一つ僕、うん。切れませんよ、普段は。仮なんでしょ。仮ですよ。ここでこういうパラレルワールドに、もしここがキレフリーの王国であったらですよ。そうでしょ。キレフリー共和国でしょ。共和国だったら一言言わせてもらいたいんですけど。何ですか。コンビニのトイレに行ったんですよ。うん、そしたら、コンビニの壁にね、いつも綺麗に使っていただいてありがとうございますって書いてあるんですよ。書いてあるね。いつも綺麗に使っていただいてありがとうございますってことは、綺麗に使えってことなの？ああ。俺にっていう。あ、1ポイント入ってんね。うん。1ポイント入ってる。うん、俺にお前、てめえの肛門の向きぐらいは管理できてるんだろうな。で基本的にはね。そっから考えると、俺は外す人間なんのか？あー、なるほど、ね。っていう、お前外すだろっていうふうにもうどん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 言っちゃうんですよ、僕。だったらもうちょっとフランクに、クソつけんなよって言われたら。漏らしちゃダメよとか、ね、とか、ちゃんと振ろうねとか。非常に自信出すのが。そう。そうだったらいいのに。いつも綺麗に使っていただいてっていうところも。そこまで微妙なやつ入れておければ、はい、ほんとね。ファミレスの、はい、の、おタバコご遠慮いただいてますみたいなやつあるじゃん。はい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 。いや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 、決まりであなたたちが吸わないでっつってるから吸わないんだって、遠慮は俺からのアプローチだ。言葉の使い方を言ったとして、はい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 、遠慮遠慮じゃねえって話になったら、はいはいはい、俺はそういう精神はないねと思うんだよね。だけど、ね、そうですよね。おタバコうんぬんかんぬんで切れるのはご遠慮いただいてますだったらば、それは遠慮してる。そっちの方は全然いいよ。そうだ。おタバコおやめくださいみたいなことでいいのに、はいはいはい、ご遠慮いただいてますになっちゃうと、あれ俺が自主的にやめてる要素があるんなら、それはねえな、みたいなやつが。はい、ありますよね、あれね。俺たちはストレスばっか。基本的にストレスばっか。仮にですよ。仮にですよ。仮にですよ。僕ら代表してキレフリ共和国だから、ね。ここだからですよ。そうだよね。はい、国家が一日一回切れてみろだもんね。はい。で、些細なことでも切れる国。ね、そうだよね。そうです。出産業は鉄鋼石切れフリー。そうだよね。別に鉄鉱石が切れとか関係ない。別に何にも関係ない。何にもないです。何にもない。そのね、梅雨眺めだよね。聞こうとも別にどうでもいいですよ。ね、入れてた方がいいんだよ。確かに言葉はありますよね。コンビニで僕が嫌いなのは、伊集院さんの何千に近いかもしれないですけど、はい、袋に入れますかって聞くやついるでしょ。あ、はいはいはい。いや、入れますかじゃねえ、入れろよ、まず。あ、ご一緒にしていいですか？ご一緒に。あ、ご一緒もう切れますね、あれ。基本的に。なんで？基本的に、あったかいものと冷たいものは別でしょ。あ、でも、はいはい、俺が譲ってあげて、あ、危ねえ。譲ってあげてだよ。うんうん、はい。あ、一緒にいいですとか、はいはい、あ、いや、もうちっちゃいんで、はい、袋いいですはいい。あ、俺から言うんじゃない。お前から言ったらなんか、ほら、なんか、四角い角みたいなのができちゃうじゃん。なんかちょっとわかるのは、なんかちょっとその、ご一緒に入れてよろしいですかって言われたら、新聞と、はいはい、豆腐、豆腐。豆腐、豆腐でもそうです。豆腐。はい、はい、なんで、水、はいはい、とか、あんじゃ。はい、ああいう時に、ご一緒に入れてよろしいですかって言ってる最中に、お前かなりご一緒に入れていいっていう答えを決めてんだって時にね。はい、それは、その、勇敢不死の入るアクションが早くねって時に、お前それはもうリズムで言ってるだけで、はい、マジカルバナナ的なやつでしょ、はいはいはい、っていう感じになっちゃうと、ちょっとそれは。もうちょっとそれは、こっちが言うもんだぜっていう、こう。君がちょっとでもいいからどっちなのっていう間違ってから、いやいや、いいです、いいです、いいですっていう。そうなんです。あ、そこは欲しいよっていう。かといって、豆腐を一個一個の薄いビニールで入れるのも。ね、あれめんどくさいですよね、あれね。いい。サクサク頑張ってね。こう。いいじゃん。そんなにこだわるんだったら、豆腐屋に行くよ、俺。ね。コンビニで豆腐買うときにそこまで俺こだわってるケース。まあ、例えばご一緒にしていいですか豆腐とね。あ、新聞紙ご一緒にしていいですかってときに、それを、うん、薄いビニールに入れる豆腐をね、うん。入れて一緒に入れてくれるならまだね。はい、あとあれよ。はい、今みたいな店員さんっていう考え方だったら、はいはいはい、ファーストフード行くじゃん、ハンバーガー屋さん。はい。ほんでさ、こうスタッフが何人かいるからさ、スタッフの分もと思ってさ、はいはい、ハンバーガーを8個ぐらい。はい。はい、
ね、8個ぐらい買って、はい、で、ポテトも8個ですよ。はい、で、コーラの M も8個買って、はいはい、こちらでお召し上がりですかっていうのは、俺にだけ言ってるっていう。俺だから俺だったらそうなん。ねえ、ねえ、ねえ。まあ、それは、よ考えろよ。確かに分かりますよ。いや、俺が食うかもっていうとこはいいよ。ねえ、それが、あ、俺だったら食うかもしれないから、逆に言うとお持ち帰りですねも失礼だから、はい、そういうこと言ったっていうのは、100歩譲って、はい、ね、もう1000歩譲ってですよね。はい、万歩踊ってですよ。なんで？で、譲ります。譲っちゃって。譲りますけど、これ大事な要素をね、君たち聞き逃してるんですよ。コーラの M を8個頼んでるんですよ。普通、そんなに飲めなきゃ、L を4個食べるだろ。ねえ、ってことは、そこに大きなヒントがあるわけ。なるほどね。あの人一人で食べるんじゃないぞっていう、なあ、コナンと。お前もそれに関しては考えてくれよってのがあるわけ。なるほど、なるほど。あれは多少イラついたあたり、でも俺の体だとありえなくもないのかと思ったりはするけどね。確かに。それはね、キレフリーだったら言ってますよ。ありますよね。キレフリーだったら。僕よくはほら、ネタ合わせとかを二人でするじゃないですか。その時に、はい、頼んだ時、大盛りを頼むんじゃないですか。大盛り。うん、確実にうちの相方で持ってきますからね。あー。え、俺は、頼んじゃダメなのみたいな。はいはいはい、はい、はい。とか逆にこいつに対しても失礼ですよね。あ、そうね。ええ。それはあるね。しかもこいつ頼んでないパターンとかでしょ。うん。俺は大盛りかと。そうそう。まあ基本大盛り扱いされますからね。はいはい、はい、大盛り扱い。ああ、まあ。ありますよね。当然でしょみたいな。あとあれもあるよ。嵐のようにファミレスで俺が物を頼んだ時に、はい、前に紙さえるのにご注文確認しますって俺の分だけだよ。ああ、なるほどね。俺にしてみる。俺はドリアと別個に他のおかずを頼むタイプだろっていう。それに関しては、どっちがいい。なんで気づかねえんだよ。どっちがいいんだよ。あれ、あ、切り替えてたら僕、だって俺が店員だったらもう何していいか分かんない。ね、どう手を打っていいか分かんないから。手を打っていいか分かんない、ね。まあ、難しいな。まあね、そうね。あと、ご注文繰り返しますに関しても、はい、ね、もう、あの、野球終わった後さ、10人とか15人とかでさ、はい、ファミレス行くじゃん。はいはい、で、15人次々と、ね、で頼んで、最後、はい、結構俺頼むのちょっと迷った時なんかにみんな頼んでてさっきになって、はいはい、みんな順繰り頼んで一番最後に俺に来るじゃんか。で、俺がまあ、その言ってたら、ドリアとハンバーグみたいな言うじゃんか。はいはい、ドリバーグ。はい、ドリバーグ。ドリバーグね。はい、で、頼むじゃんか。はい、そうすると、ご注文繰り返しますって俺に言ってもわかんねえよ、15件みたいな。みんなにまんべんなく言ってくれよと思って。はいはい。ああ、確かに、ほんとそうですよね。マンツーも俺に言うじゃんか。うん、はい、ねえ、何俺は消毒何か俺。この全員が大勢でやる。最後言いましょうよ、もう最初。ほんとにさ、あれもちょっと違うね。確かにね。基本的なんだよ。ファミレスとかで、はい、まあこれも何、ねえ、仮ですよ、ほんとに。仮の仮でしょ仮の仮ですよ、うん、だって変だし、自分がファミレスのアルバイトしたら、そういうことパーフェクトできんのって言われちゃったら、それに関して。いやいや。で、僕は何もできません。何もできません。ギリ二の段、ギリ二の段でございます、ね。で、ね、で、だってのは分かってる、分かって言ってますよ、分かって言いますよ。はい。デクノディなんですよ、僕は基本的に。デクノバーでしょデクノバーでしょね。普通のデクノボーよりちょっとカラフルなやつ。デクノバーですよね。だけどね、はい、その注文して、ご注文繰り返しますと。はい。で、はい、それでよろしくお願いします。で、まあ、例えばハンバーグ頼むじゃないですか。はい。で、普通になんか違うもんが運ばれてくるときとか。はい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 。お前は何を聞いてたんだで、何のために繰り返した分だけ。繰り返したんだ俺のカロリーを上乗せしろ そこの次持ってくるやつにね。ね。そうそう、お褒めにかけろと。そう。ね、そうなん。もしくはもっと一生懸命手ごねろと。はい。ね、サイドメニューをもう一品増やせみたいな。さっきより 5% 手ごねてくれっていう。何かな、あれはっていう。ああ、そうね。でもそういうミスはあるんです、誰に。はい、いや、もちろんもちろん、それはね。これさ、たまにさ、本当に大して怒ってないのに、すごい怒って言ってることと、本当に怒ってるけど、抑えてることが混在してるじゃんか、これ。確かに、確かに。これね、これ前もちょっと言ったんだけどな、やっぱ野球の会みんなご飯食べてたら、はい、サラダの中にティッシュが入ってて。ああ、あれマヨネーズみたいなさ、ティッシュが入って、ね、途中まで食って、ティッシュ出てきちゃって、はい、うわ、なんだこれと思って、ティッシュだっつったら、はい、あ、新しいのお持ちしますって言うじゃん。はいはい。なんだよ、それと思うんだよ。それありますよ、はい、はいはいはい。新しいのお持ちしますは、当たり前だよ、俺の頼んだものが来てないからって思うんだよね。で、なんか、新しいのをお持ちして、
はい、チャラみたいな感じになるでしょ、はいはいはい、しかもティッシュ入りの上にもう3分の1ぐらい食ってるから、もういいし、それみたいなとかも、はいはい、あ、変だよな。いや、変です、はい、変です。あれドリアとかありました。結構最後まで食べてて。何かが入ってるっていう例題をいっぱい出してるつもり、いや、で、それでドリアの感じがあって、ドリアの時に最後、もうほとんどもう終わりぐらいに出てきたんです。その、なんか、異物じゃないですけど。異物じゃないですけど。異物じゃなかった。ドリアの具だよ。マカロニだった。マカロニだった場合は、もう言わないねえ、それ。ドリアじゃないもん、それ。マカロニじゃないし。ごめんなさい、物が入ってて、うんで、言ったんですよ。したら新しいもの持って、同じパターンですよね、はいはいはい。サラダだからもしかしたら食べれるかもしんないじゃないですか。あと俺だから。いや、それは違います。あれそれは違う。伊集院さん。それは違いますよ。じゃなくて、でも、ドリアのパターンは、結構お腹いっぱいになりますよ。っていうこと。新しいのをお持ちされても。それは、ね、値段が。新しいのをお持ちすることは、詫びではなくて、はいね、単に最初に頼んだ注文の遂行だから、そうです、はい、詫びにはなってないよな。伝票から消してくれとか。あれ、正しい、なんていうの、その、詫び方って何なんですかね。影腹ってのがあるらしいよ。殿様に直々に物が言えない家君が、はい、あらかじめ自分の部屋で腹を切って、で、その上からさらしを巻いて、殿様申し上げますって話をして、生意気だって言うと、いや、すでに私、影腹を切ってきておりますっていう、だ切腹のちょっと上級のやつだよね。それじゃねえ。そこまで怖い怖いな、おい怖い店員できないよ、うん、殿じゃないし。そうだよね。そ、だってスタッフ側に回ったら、僕の B だし、うん。で、変な話だけども、だったら代わりに持ってきてもらった方がいいわ。サラダをもう一回持ってきてもらった方がいい。そうですよね。影腹よりはサラダ。それは別ですけど、でも、こっちもお腹いっぱいなわけじゃないですか。はい。で、その時に食事に来たっていう気分は台無しにされてるわけじゃない。まあね。お腹、でもお腹、まあある程度膨れちゃってるわけで、新しいの持ってこられちゃって、さらに食えみたいな感じになっちゃうと、うん、食べれないしね。腹いっぱいだよ、みたいな。うん、あと、じゃあどうしたらいいのかって問題が残るんだけど、すいません、じゃあ次回来ていただくお食事券をなんて言われると、はい、いや、なんか俺脅したみたいになるから嫌だってなるじゃないですか。はいはいはい、俺はなんだっていうことになっちゃう。ねえ、なんか絡んでるみたいな。なっちゃうじゃない。クレーマーかみたいな。なっちゃうじゃない。だからやっぱりどうしてもらっても嫌なんじゃん。結局どうしてもらっても確かにそう、どうしてもらっても嫌なんだよね。どれも納得できないですもんね。一回でこのなんかこの細かいストレスとかが、はい、ほら怒って発散できるストレスと今挙げたものって些細なことだから実際怒るのもおかしいことが多いじゃん。はいはいはい、はい、ね、はい、ほぼ多いや一回一回、はいはい、ちっちゃいやつがこういっぱいこう毛穴とかから出て、はい、溜まってるんじゃねどっかに、どっかに溜まってんじゃね、ストックされてるんですかどっかに、ストックされていてオゾン層が溢れんじゃね、ああ、ゾンやめようね、オゾン層やめようね、ピリがあのピリがちょっとの要するにまあ何年か多分20年後ぐらいになってきたらね、はい、いや昔はみんな平気でピリピリしてましたけどね、なんてそのピリのおかげでキラオヤ火山の方も噴火しましたけどそういうことですげえよそれ、まあ科学的に今実証されてるんですよみたいな。あ、今は研究中だと。目に見えないピリがあって。だって昔春先に鼻ぐずぐず言うやつなんで花粉のせいだなんて思ってなかったもんね。でも今では目に見えない花粉のせいだって言ってるわけだから、20年後ぐらいそういう風になってくる。じゃあ目に見えないピリのせいで？ピリのせいでなってかもしれない。あんまピリピリしない方がいいよ。でもあるね。ピリピリしない。でもあるんですよ。逆で緩和しとかね。ありがとうって、ありがとうっていうほどじゃないんだけど、ちょっとありがたいもあるでしょ、きっと。はぁ、なるほど、ね。そうで、そっちにも目を向けないとダメですよね。確かに。そうじゃないと俺たち何様だってことになっちゃうし。確かにそうですわ。俺たちは何様だ、お前、殿様か、それとも、ドナ様なのかっていうことになっちゃう。ドナ様だ。ドナ様じゃないんですよ、はい、僕は全然。ドナ様だよ。ドナ様の持ってる楽曲の権利を全て僕は持ってるかって言ったら、それは持ってないんですよ。なぜなら、ドナ様ではないからですよ。はい。その通り。はい、はい、うん。まさにおっしゃる通りです。何様だ、ウサマ・ビンラディンでもないんですよ。様を真ん中に入れるパターンで、最後が様で終わるパターンじゃないやつを入れてみようかなと思ったんですよね。はい、あとは人名じゃないパターンで、真っ逆様みたいなやつも入れてもいいんですけど、なるほど、まあ、しつこいかな。言っちゃった。いやいや、ほら、パターンとか学んどくないんだけど、勉強とか学んどくないんだけど、いいことってね、あると思うんですよね、絶対に。いいことね。ありがとう。ありがとう。
ありがとうな。うわ、腹立つ方いくらでも出んだけどな。ありがとう、なかなか出ないです。ありがとうってなかなか出ないですか、ね。人間としてね、ずさんでんだよ。ずさんでんだよな。弁当でさ、こうさ、フライ弁当みたいなの出てきてさ、どう考えても串カツみたいな、つらしてさ、白身魚フライ入ってるときね。はい、すっごい食って、俺のローテーションではこれカツだからっていう、半分に来てて、最後にカツじゃんと思って、はい、カツにぴったりな量のご飯も残してて、なん、別に嫌じゃねえけど、白身魚フライ。でも、なら言ってって言うのね。最初から。それありがとう。ごめんごめん。ありがとう関連をご飯で考えてたら、急に思い出しちゃった。もうちょっと待ってくださいよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。実家のお母さんとか結構ありがたくないですか？実家のお母さんとか。え？なんで？だって無担保でお金貸してくれたりするじゃないですか。無担保で金貸してくれてんじゃないだろ。お前が返す返すって返さないだけだろ。でした。でした。僕の、僕の感謝の、今の一番の感謝がお母さんありがとうでしたから。それはすごいずるいんだよね。はい、いつも思うんだけど、はい、いるわけスタッフとかでも、はい、俺は母親とか父親に対して感謝が足りねえとかっつって。で、聞いてみるとさ、なんか親から借り借りたりとかしてんだよ。はい。で、それをたかだかありがとうで総裁しようとしてるだけのことでしょ。俺はわかんないけど、ありがとうでもありがとうじゃないでもないからゼロじゃないですか、基本的には。はいはいはい、嫌いでもないし、はいはい、好きでもないし、はいはい、あの、感謝も憎みも基本的にはしてないと思うんですよ、はいはい、僕、はいはい。でもお金も借りてなければ何もしてないわけじゃないですか。はいはい、そうすると俺はの、はゼロじゃないですか。お金借りてるけど感謝してるのもゼロじゃないですか。それなんかお母さんありがとう口に出すやつはなんかすごい素敵な方で、あの方がもし絵本なんか買ったら買いたいわみたいになるでしょ。なんかわかんないけど。あ、でもその総裁するっていうのがなんかわかりますね。そうなんだよね。僕はもうでも完全に確信なんで、もう返さないって言いますけどね、親に。ひどい。俺はもう、俺が生きてるだけでも親孝行だろと。出た！ボンクラここに登場！よく親切れねえ。冗談じゃねえと。親が切れてるよ。いやいやいや、俺がね、もう数々を受けた屈辱に比べれば、俺がお前にお金を返さないことぐらいとは、なんとも思わないよ。いやだな。やだな、これ。出身埼玉だよね。はい。あれだよね、キレフリー王国じゃないよね。違うだよね。今埼玉で言ってた。今埼玉で言ってたじゃないですか。埼玉で言ってたじゃん、お前。仮ですって、それは。それはひどいよ。それはひどいよ。っていう人もいるんじゃないですか。俺の親とのスタンスは、あの別に何とも、そのこう日頃何か感謝の意を出したりとか、大事な人は誰ですか、母です、父ですとか言わないけど、世の中でこう人が死んじゃう順番が決まってるんなら、うちのお袋と親父はなるべく後の方にしてやってもらえないと思うぐらい。ああ、いいじゃないですか。それとその俺が何かそのしてあげれば、してあげると、親が生きられて、俺が死ぬっていうケースが、例えばあるとしたら、はい、ね、はい、あるとしたら、はい、それは、もう、見殺し。だけど、俺が痛いぐらいのことで、向こうが助かるならば、うん、それは、まあ、しょうがない、やる。ぐらい。それをなんかこう、親の代わりに死ねるみたいな空気出してくるやついるでしょ。います、いますね、たまに。実際そんなこともないくせにさ、はい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 、います、います。そうでしょ、そういう。俺は絶対無理ですね。いや、また意味合いが違う。俺のとちょっと意味合い違うから。河野さん。河野さんと意味合い全然違うんですよ。僕のはそんなに悪くないはずと思って言ってます、僕。はい。僕はまあまあ、僕はまだ別に絶対死んだくないですね、僕。河野さん。何もう亡くなってるしね。ちょっとありがとう探そうぜ。ありがとう探そうぜ。小さいありがとう。小さい弁当から怒るから。ありがとうを探さなきゃダメなの。あ、小さいことありました、僕。何？よくね、いつも行くコンビニで、はい、買い物した時とか。コンビニに言っとかないとさ、そうだよ。あ、そうだよ。コンビニに対してイライラいっぱいあったり、コンビニなんか小さいありがとうもいるわけでしょ。小さいありがとうあるんですよ。いっぱいクリオネ見たやついるんでしょ。見えないけど。俺の中では MMC みたいな。ああいう、なんか、クリオネ、クリオネみたいな感じの、スミゾリいただけそうな。スミゾリちょっといただけそうな。なんでお気づけみたいな感じになってる。軽いみたいな。いやだからコンビニで、買い物するじゃないですか。うん、まあ、で、ね、領収書とかもらったりするときに、この、もう、よくいつも行って、領収書とかもらうから、こう、いつも毎回ね、行って、何々で、何々代でお願いしますっていう手間を、
あの、省いてくれるっていう。あ、はい、何々さんで何々代でよろしいですかって言ってくれる。顔を覚えてくれてるっていう。あそこのファミマの人でしょ。そう、ファミマの人。あ、あの、死のおかさまでよかったですよねって。あれ、またよかったですよねって、すごいな。言い方がいいんじゃん。ナイスプレーショーなんだよな。また言い方がね、すごい。俺がたまたま今日はシャレでドナサマーでもらおうと思ってる時とかのことも考えて、死のおかさまで、死のおかさまでよろしかったですよねでしょ、あれ。まあ、そうか。って言ってくれるんだよ。まあ、そうなんですよ。あそこで篠岡様でしたよねよりも天高いって。そうそう。篠岡様でよろしかったですよねは、あれはすごい。あ、こちら側の記憶違いもあるかもしれませんけど、こうですよねみたいな。差し出がましい真似かもしれませんが、的なやつでしょ。あの空気をちょっと入れてから言うて、言ってくれ。正直俺はね、橋なんかいいよ、もう。足で切れてたじゃないですか。切れてな、あ帰っていく？あえて、あえて今のくだり行く？あえて。じゃあちょっと箸で切れてるじゃないですか、言って。箸で切れたじゃないですか。切れてないっすよ。ふぅー。なんだこれ。俺のせいみたいになってるけど。やめてよ。ふぅーじゃねえよ。腹立つわ、お前。俺じゃないでしょうよ。さっきからお前の鼻とか口からポロ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 のイライラ虫出てきてんだよ。ほんで俺の体を蝕んでんだよ。お前の中にいねえの、あのクリオネみたいなありがとうのやつはさ。ありがとうありました。美容院で。おー、美容院。美容院、僕は。病院どっち病院どっち病院病院病院だと大きなバネが必要なんですけど、どっちどっち美容院で。美容院で。美容院でね。はい。いつも行ってるところがあるんですけど、うん、僕あの、話されるのが苦手なんですね。あの、美容師さんに。うんうん、はいはい。なんか、もう最近どうですかそう、おしゃれなこととかを。気持ち悪い面してますけども、なぜ美容院なんですか髪の毛なんかむしればいいのに、なんて言われたら嫌なのそんな丁寧なね、悪口で、こっちは認めねえよ。あ、そうですか、ダメですか。だ苦手なんですけど、それを僕は黙ることによって、ずっと、こう、抵抗してきたんですけど、そうすることによっても、その、僕がいつもカットしてくれてる人は、絶対に僕にその、無駄な話しかけはしてこないんで、すごいありがとうって。お前の口からさ、出たなぁ、のイライラ、イライラ虫。出た？僕は若手芸人ではありますけど、いわゆるバーバーではなくて、美容室に行ってます。そして僕の担当者がいますね。はいはい、ね。で、いて、もうその人はもう、あの、僕が座るだけで、あの、ね、俺流のヘアを理解していますみたいな。はいはい、どうですかこの、僕は確かにお金もありませんし、売れてもいませんけど、はいはいはい、そういうことにはお金を惜しまない男です、はいはい、アピールでしょ。6万イラーですよ。6万イラー。6万匹イラーでしょ、はい、あの、映画、稲子の日で見たような、あの、俺たちの麦畑の上を、怖い最襲来するイラーでしょ。あのイラーです。イライラ虫。違う。僕はだから言ったじゃないですか、前置きで。嫌なんですよ、その、毎回変わって、毎回、ちょっと、あの、もうそんなに喋られても僕そんな、ないんですって、そんなに。あのさ。あれが、トークがっていう。あのさ。はい。こう、家帰ってですよ。はい。家と、あの、仕事場の方の家に帰ってですよ。はい。で、あいつ風呂長えなと思って、お早く出ろ、ガチャってやると、はい、あいつが、血だらけになりながら自分の髪の毛を自分で切ってみるというのを目撃してる俺からしてみればですよ、なんの。何が美容師だろ、何が美容師だろ、あんなにあの椅子に座りてえのかよ。だけんじゃねえよ、だけんじゃねえよ。あ、なんかこう、なんか開く鏡で、後ろなんかこう、こんな感じで。チェックしてもらえてんのかよ。死ね、バカ。知ってんじゃん。仰向けでシャンプーかよ。気持ち悪いな。あんたにゃ、あ、言っとくけどあれだよ。イライラフリーの国から言ってないよ。赤坂で言ってるよ。マジじゃないですか。赤坂で言ってる。マジの方だよ。俺はあの、ちょっとこう、なんかイメージキャラ、イメージアップ。そんな。金もないのに美容室って聞くわ、なんか。ないわ、本当に。金もないのに美容室ってさ。なんか6万。ね、イラーとか別にないわ、ね。ないわ、もう。階段出るのに2階建てだよ。僕なんてだって本当に普通の自分かぶっちゃったら面白いやつどっかしちゃって。金もないのに美容室に対して、ああ階段出るのに2階建てって言ったのに。ああもったいねえ。ポッドキャストって結構ね、クロストーク聞きづらいんだよね。わーわーわーってなっちゃうからさ。もう一回そのくだりいっちゃうんすじゃあ。もういいいやーでも改めて聞きたいみたいな人いると思いますよ、うん、だからほら金もねえのに美容室みたいな何もねえのに何みたいなパターンもあんま思いつかない思いつかないもう
急に思い出したらいいんで。今ある候補は行きたくねえのにトマテックしかない。普段でも行きたくねえよ。別にそんなに行きたくないんだよね、トマテック、ね。それ面白い。あ、よかったんだ、それで。全然いいですよ。ああ。階段での2階でこれいいわ。あ、そう、そうな。トマテックの方は微妙に切ってるよね。違う違う違う。行きたくねえのにトマテック。どっちも立ててんじゃないですか。うん、そうなんだ。しない。本当ですよ。正直俺すごい被害妄想の人だから。ですよね。さらに古代妄想です。そう、古代妄想の被害妄想の日本人だから。みんなの中には微粒子みたいな小さいもので顕微鏡で見なく見えないはずの、はい、あの、イライラ虫。はい。すごい大きさに見えてる時あるからね、実際。危ねえ。発言気をつけないと、本当に。びっくりするからね。本当に気をつけよう。ね。スリッパぐらいの大きさに見える時あるからね。イライラ虫。でっけえ。でけえ、怖えな、それ。最大の昆虫になってる時あるから、ね。あとあれがあるんですよ。じゃあ俺もちょっとイメージアップ入れていこうかな。はい。さりげなく入れるから気がつかないでよ。気がつかないでよ。はい。はい、あよくスポーツジムとか行くじゃんさ。はいはい、でさ、あの、ジムでさ、やっぱりさ、自分でこう、自分の体調管理がしたいからさ、はい、リストウォッチ型のさ、心拍計みたいなのを、はいはい、まあ、持ってんだけどさ、はい、それこう、プールの中でこうやって測ったりとかすると、そのプールの中でどれくらい心拍が上がったかみたいなグラフで出るようになってんだけどさ、それは当クラブの規則で腕時計がダメですからっていう理由でつけさせてもらえないのよ。そうですね。さりげなく入ってないんですけど。え？いや、まずありがとう入ってないじゃん。まず。そこだよ。イライラの方。イライラの方。あ、ちょい、イライラはイライラってきてますよね。そう、イラってきてる。イメージアップ。でも、イラってきてる要素をちょっと入れることで、はい、俺そんなすげえギアを持ってんだぜとか、意外に太ってるけどスポーツクラブに行ってんだぜっていうのを、ちょろちょちょちょって入れてったんだけど。そっちのさりげなさは？そこなんだ。気づかない気づかない。若干俺、スポーツジムって言った瞬間に、まずそこ自慢じゃねえのかって思いましたけどね、僕のパターンを踏まえて。あ、合ってる合ってる合ってる。合ってますよね。合ってる合ってる合ってる、自慢。そして、何でしたっけ、その、そのような珍しそうな、心拍計。心拍計。ナイキの。これ切れちゃっていいんだよ、みんな。あ、そうなんだ。ターゲットに向かって。怒っていいよ、俺、絶対。あ、そうか。散々言いましたよね、俺に。はい。そしてありがとうでもねえし、イライラですか。イライラ一番だけしてイライラです。大変だよ。して最後イライラなやつ。全然イメージアップじゃないじゃないですか。まあね、もっとさりげなかったかなと思って。全然さりげなくないですよ。みんなちょっとピクってしたじゃないですか、スポーツジムのところで。ああ、なんだろう、ありがとうな。ありがとうですよ。ありがとうな。ないのこれ TBS に対してありがとうみたいなやつ。TBS にありがとうですか？俺は行ってこいでいいやと思ってるけど。仕事の依頼があって仕事を完了する。いや、TBS さんにはもうありがとう。あ、はい、そうですわ、一つありましたわ。ん？一つしかないんだ。一つしかない、一つ以上ありますけども、僕結構ラジオが好きで昼間とか聞いてるんですけど、TBS ラジオの電波はめちゃめちゃ入りがいい。場所の問題じゃない。ありがとう。ありがとう。場所の問題でしょ。まあでもそれはわかる。いや、どこ行っても TBS はバンバン入る。バンバン入る。本当に。うん。入りますね。いや、意外に荒川区の方とか弱かったぞ、TBS。マジっすか？うん。日本放送すげえ強かった。でも、逆に日本放送が入らない。あ、うちもそうなんだ。あー、そういう感じにやってくんだ。いやいや。事実だから、これ乗っちゃうわけ。事実なんだよ。うちはもう全曲綺麗に入るから。あんまりお前らみたいにそういう。本当は僕のとこも入りますよ。ね、僕のとこは。泳がしてみたんだけどね、高橋くんがどう日本放送批判を展開するかっていうところ。俺は批判はしない。いや、完全な批判だよね。ラジオ局の電波が入らないなんて言ったら。ああ。もうすごいよね。ね、こう来たか。そうなるよね。気づかねえな。むしろ早めに正体を表しといてくれてありがとうだね。小さなありがとう。ムカつきようも面白いですよ。僕の生まれ故郷の日本放送、そういうね、君ごときがそういう風にね、根幹を揺るがすような批判をしたことに対しての怒りの方が、すごいいっぱいあるけど、むしろあれですよ。僕がすごい君に騙されなかったことに対してありがとうですよ。つよりいいな。うちの立て付けが悪いんだな。あそこ、だすげえ、いい電波出してんだもんな。うん、立て付けだな。ちょっとこれ、大家さんに、大家さんに切れないですよ、俺。大家さんに切れないですけど、ちょっと怒ってるかな。ぐらいかな。ぐらいかな、立て付けの悪さ。なんだ、電波いいの。電波はいいんですよ。電波バンバン来てるらしいんですけど。日本放送の。はい。だちょっと外で聞いてますもん、俺。いつも外に出て。まあでもそんなに日本放送 TBS のせいや褒めるのもどうか。褒めるのもどうだ。ただ俺はね、好きなのは、一番聞いてるのは、954。うん、TBS ラジオ。これがね、一番バンバン来る。脳波に来る。脳波に。
面白くて。ジョークで。ジョークで。でも電波とか書いてない。UU ワイドの火曜日の名物コーナーは？まああれですよ。僕、ああ、俺あれか。昼、ほら、仕事してますから、アルバイトしてますから、なかなか聞けないんですよ、ジュさん。僕深夜。深夜が深夜はわかるんだよね。深夜はいっぱい。深夜はわかる、ね。深夜大好きなんですよ。じゃあ、ジャンクの、あの、はい、2部っていうか後半の方ね。3時からのジャンク。ほう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 。月曜日からパーソナリティをずっと。ほう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 。月曜日。うん。これの後ですよ。それは誰もが知ってますよ。うん、ね。はい。笑い飯さんです。はいはいはい。ね。はいはいはい。そうだよ。うん。そうだ。火曜は。火曜火曜は、新しくなってる、ね。そうだよね、確か。あ、あれだ。畑陽子さんです。え、火曜日ゴーバンズじゃなかったっけ？ゴーバンズ。誰ゴーバンズ？え？トンネルズの後ゴーバンズだと、それゴーバンズじゃねえの。森若ゴーバンズじゃねえの。かっこいいダーリンじゃねえの。あれ、俺の聞いてる TBS ラジオと違う。違うな。マジで？俺、ゴーバンズ聞きて。水曜日が多いし、ゴローさんだったってことだけど。けど深夜は TBS にずっと聞いてますから。木曜日がウルフマンジャックだったって。すごいよくわかってるんですけども。あ、そう。そうですよ。僕は大好きで聞いてますから。で、最後なんかちょっとさ、感謝の、なんかこう、感謝のいい話にして終わろうよ。こんな薄汚いものをだよ。薄汚い波形を iPod に刻んだ方たちへのさ、はい、お詫びとしてさ、はい、まあ。小さなありがとう。あ、また、この番組にハガキ来てたぞ、お前。マジっすか？ありがたいじゃないですか。ウェブのところに。俺、お前ら絶対見せねえことしてるから。ちょっと見しかないでしょ、俺だけ。俺だけが見ればいいことだって思ってるから。なんでですか？うん。なんか、あの、河野褒めてるやつもあったよ、なんか。お、マジっすか？うん。あの、伊集院さんに、はい、切れたりして最初は引いてましたけど。慣れました。演技、演技。慣れたんで、演技は演技。後でボコボコですよ、これ。終わった。殴られてるよ。まあ、前の前だからで調子に乗ってんじゃねえぞ、これ。薄デブみたいな感じのもの。やられますけどね。そういうのに対してはどうなん？いや、もう完全にありがとうございますですよ。お金かかんで郵便だから。だったらメールで行けるようにしようと思うんだけど。郵便で出すっていうのはですよ。いや、ほんとそうですよね。はがきですか？手紙。お手紙の人も、今回ね、8通かな。おぉ !8 通かな。封書も2通あったし。すげえ。いや、ありがてえなぁ。ありがとうございますですよ。ここでしょ。それに関して何イラッときてんのか言ってよ、じゃあ。何ハッツンなのみたいな。誰が言うの高橋君。ハッツン。俺しかないよ。言ってよ、もう。ずっと俺であんまりだもん。ハッツンってでもね、すごいことなのは、はい、この、その、ウェブに関しては、はい、コーナーを何もやってないじゃない。はいはいはい。コーナーをやってると、まだ書いてくださる人いる。これだってありがたい書いてくださる人いっぱいいるんだけど、普通のお便りってね、本当に信頼されないと来ないからね。はぁ、これは、なんか、ね、重い言葉ですね。重いですね。だって、変なんだけど、きっかけみたいなのがなかなかないじゃん。そうですね。そこに関してはどうなの？いつも不満ばかりを言ってるけど。俺の人気に火がつかねえ、なんでだろうみたいなことをさ、まあ、それはちょいちょい耳にしましたよ。高橋くん言ってるけど。そうですよ。うん。俺、ちょっと時間もらって。100通溜まったらとりあえず見ようかな、みたいなことをいつもおっしゃる。どうかなと思いますけどね。俺、ゴールがわかんねえ。ちょっと、ああ、俺そっちか。俺、これ行ったら絶対戻れねえな気分だよな。何を？その、イライラ王国の方に、俺ちょっとでも足入れたら、うん、俺もう戻ってこれないような気がするんですよ。何をイラついてるの？何をバラしたから？バラしたから？ねえ、そのことを。オブで言ってるのバラしたから。こういうのはね、うん、信じる人もいるんだぜ。それ自体が連覇だから。それ自体がもう。いないよ。いないよ、いないって言って、もっとちゃんと言わないと、ないよ。あんまり言い過ぎたら言い訳みたいになっちゃうからね。本当に言い訳とかじゃなくて、うん。結構今すごいなんか悲しくなってドキドキしちゃってるドキドキしちゃってるよ。もしそのイメージではいはいはい、もともとゼロの印象なのにそのイメージでマイナスからこれで行きづらいよ。なんで泣くんだよお前。泣く必要はないだろお前。それ道が分かんなくなってきたじゃない。
ないよ、道なんかもないでしょ、だってもう、崖しかないでしょよ、もう。道潮で消えちゃってるから。お前今道にいると思ってるかもしれないけど、俺海のど真ん中にいるのが見えてる。もう、ほらー。それもうマリンブルーじゃない。真っ黒い海に。真っ黒い海にいるから。ああ、俺なんとか鳩場だよ、これ完全に。完全にね。行っちゃうよ、俺、あそこに。有名な。じゃあとりあえず最後にはね、あの一応その聞いてくださってる方、そうですね。はい、そうですね。ね、はい。今週も来てたら、このクソ番組を保存するためには iPod 買いました。今週も来てた。本当にありがとうございます。ありがとうございます。今 PSP にも保存できるらしいね。あのファームウェアアップデートすると。へえ、すごい。うん。ぜひぜひ、あなたのその音楽プレイヤー。お、怪我してみてはいかがでしょうかこれからも。はい、ね。あの、一回、お手紙特集はいつかやりますから。お、はい、なるほど。ぜひまた、あの、お手紙を。はい。まあ、受付が今回から鳩の身になっちゃったんで。その鳩誰受け取るんですか？え？その鳩は。その鳩は。誰がいます？俺の鳩担当。鳩担当いるんですか？鳩担がいますから。鳩担。鳩担がいますから。なるほど。そうだね。ポッポ担が。ピー担がいますから。ピー担がね。ピー担がいますね。ピー担いますから。はい、まあまあ、ギリ、今、ハガキの方もやってますんで。受け付けてますんで。はい、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ。まあ一応、月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力からウェブのクソート。クソートってクソートの回まで送ってください。お待ちしております。はい、じゃあ、いや、あ、高橋ごめん、ごめん、高橋さん。ちょ、だ、そういう、すいませんでした、ほら、これで消えるんだぜ。オフレコって、オフレコっていう、あの、言ってたな。あー、あ、いけねえ、まだマイクのスイッチが赤く。知ってるでしょ